バランキアの格納庫コロンビアドイツ航空公社は1919 19年にドイツ系の資本で設立されたコロンビアの航空会社である。第二次世界大戦後、コロンビアの国内航空会社となった後、2004年にブラジル人、ジャーマン・フラムユビッツのグループに買収されエロービアス、デル・コンティネンテ・アメリカーノと名前を変えたが、通称のアビアンカ航空の名はそのまま使われている。 設立当時、コロンビアには陸上に飛行場が少なかったため、マグダレナ川を基地として、ユンカースの水蒸気を使って運航が開始された。南北アメリカ大陸で2番目に古い航空会社である。アンデス地域に航空路を広げたが、ドイツ資本であったためアメリカ合衆国のハーバート・フーバーの大統領在任中は、パンアメリカン航空が南米で事業を拡大するために、 アメリカ合衆国やパナマンガへの飛行は禁止させられた。1930年代にパンアメリカン、グレースエアウェイズが設立されると航空市場を奪われるようになった。ドイツでナチスが政権を取ると主要な株主のオーストリアの実業家、ベータン・ホンバエルはナチスに経営を奪われるのを防ぐためにアメリカに株の売却を行った。真珠湾攻撃によりアメリカが 第二次世界大戦に参戦すると、運行は停止され、資産はコロンビア政府に接収され、国営航空となり、s a c o と合併し、アビアンカ航空となった。ありがとうございます。